マルハバンということで、今回もウイクラストーリー編やっていきたいと思います。それではまずはじめにブレイクギャラクシーのビジョンについて話していきたいと思います。まずね、スーパースター X、 ここがね最終目標でありますと。現在はシーズン90年目、とうとう90年目来ましたね。あと10年で100年ですよ。トッププレイヤーディビジョン19ということでね、昇格することができませんでした。でですね、ここからスーパースター X に行くまでのこのプロセスをね、この動画ストーリー編に収めていきたいなというふうに思っております。皆さん、このチャンネルにエールを。ということで、続いてアソシエーション、MR について話していきたいと思います。現在その MR っていう協会を運営してるんですけど、メンバー員募集しております。ぜひ興味がある方は参加してみてくださいということで、一応ですね、参加条件がありまして、アマチュア以上になってますんで、気をつけてください。アソシエーション ID についてはこの動画の説明欄、もしくはチャンネルの概要欄に貼り付けてありますので、そちらからチェック確認お願いします。そしてでですね、MR の、特色なんですけど、Twitter のね、スペースってあるのご存知ですかね。知ってる人は知ってるのかと思いますけど、そこをですね、最大限に活用してですね、アソシエーション内のこと、取り決めとか、方針とかをですね、そこで発信していきたいなと思いますんで、もしね、協会メンバー員の人は、Twitter のフォロー、そして、ベルの方もね、押しておいてください。リマインドとして、早くね、通知できるようにしたいっていうのもあるんで、よろしくお願いします。同じ協会メンバー員だけじゃなくてね、もちろん、他の協会のメンバーの方も参加してもらってですね、情報交換とかいうのもやっていきたいなというふうに思ってます。ウイクラの初心者、ウイクラベテラン、幅広い層からね、参加してもらってですね、ウイクラ全体をね、盛り上げていけるような、そういうコミュニティの場にもしたいと思ってるんで、ぜひね、興味がある方は、僕の Twitter フォロー、ベルお願いします。ということで、スケジュール確認していきましょう。第1試合じゃない、第10、第2週目ということで、1試合だけね、リーグ戦やっていきます。で、今回はね、年齢確認というか、メンバーのね、チーム、今、ブレイクギャラクシーのメンバーの、年齢確認だったり、どこを補充すべきかとかね、そういった、解説というか、どうすべきかっていったところをね、解説していきたいなというふうに思います。リーグ順位表を確認していきましょう。第1位ということでね、まだ1試合しかやってないんですけど、1試合中1勝、0引き分け、0負け、4得点、1失点ということで、得失点差は3点ですね。あと、ガラタサライが上がってるね。おいおいおいって感じですけど。勝ってるチームは2チームしかないぞ。2チームってか3、ん ?4 チームか。やばいだろ、これ。他全部負けてたり、引き分けてたりしてるじゃん。大丈夫か。 で、あとは、ゴールアシストランキングはバルデがね、2位。もう少しでハットトリックだったんだけどね。そして、1点のイリチッチ、そしてボアテングが3位というところで、アシストランキングは、2アシストのポールセンが1位、セルジ・ロベルト1アシスト、ボーセジュールが1アシストで共に2位ということですね。
それでは、試合実際にやっていきましょう。あ、対する相手が今何位かっていうのは、まあでも参考になんないね。それ確認したところで参考になんない。906じゃん。おい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 。出たよ。オーバーオール詐欺。オーバーオール詐欺じゃん。ベルナト、ヤーゴ、ピカチュウ。ピカチュウじゃない方がいいな。セメドのがいいな。で、ミリトン、そしてジャギエルか。だよね。うん。うん。で、デロン、デロンとケイタ。ケイタ、デロン。で、イリチッチはまあそのままでいいかな。モラタ、ディマリア、シュールレ、感じかな。まあ、ここレマー、レマーにしとこう。いやー、ちょっとモチベが足りないな。どうしよう。モチベがないよ。ウィクラー、頼むよ。大量供給してほしいね。さあさあさあ、今で総合値が866。いやー厳しいか。これ俊介入れてた方がいいかな。AMF がね、 AMF が弱い。 AMF が、So perfect blue skies, almost no wind, beautiful sunshine. These are indeed conditionsBeautiful game. The backdrop here, picturesque, idyllic. No doubt one of the best days of the footballing calendar, and it has added to a really jovial, happy mood in the stands, helping to raise the level of sound by more than a few decibels. Shirt sleeve order, very much the dress code. This place, simply a monument to the game. So much prestige, so much pride, so much passion.Whenever football is played here. Action has already started. Jim, which player is best equipped for this game? Of course, Sergio Ramos. He's a real rock at the back, Peter. Dybala がいいんじゃん。Beaten for strength, やばいやばいやばい。What might prove more important are his leadership qualities.His presence at the back just seems to spread confidence throughout whatever team he's playing in. As an added bonus, he's quite a threat from set pieces too, you know. The scourge of so many strikers. Gelsenmartins. Yeah, nice. Okay, yo. Olympiakos get it back again.ディバラは危ない。ディバラはセルヒオラモス、いやグリーズマン、危ない危ない。オッケーオッケー、いいよよー。セルヒオラモスがいるのか。コーナーキックになったら危ないね。
よし、いやーちょっとふわっとしすぎだな。クアリアレッラもいるじゃん、やばいぞ。いやーまずい。いやーグリーズマン、オーケー、ナイスキーパー。そしてオフサイドか。いやナイスキーパーだったね。怖い。ナイスナイス、いいね。ペリンペリンペリン。あらら、ちょっとここ勝ちたいよね。いやディバラドフリーまずい。いやーグリーズマン、いやーキーパー、やられた。クアリアレッラに今どんな感じだった。キーパーはいやー中途半端に前に出てしまったな、それは。変えていこう。つながんないね、なかなか。いや、ナイス攻めど。いよいよ。これよ。Yes, nice Felix。そこ行かないと。シュートコースだよ。よっしゃ。いやータッチが大きいな。いいよ攻めろ、いったぞ。いいねいいね、耐えてる耐えてる。いやーやばい。うわー、ナイスキーパー。いいねー。危なかったー、今のは。ディバラの左足があるかと思ったけど、ディバラが打ってたら多分入ってたかもしれないね、あれは。まあ、運よくパスしてくれたからね。よかったよかった。ちょっとこれ、あんまり良くないかもな。あんま良くないな、これ。That's what has to be done now. No question about it. Well, this isn't the time to talk about risks now, Jim, is it? They just have to throw everything at it. And the finish. Yeah, Bernardo. 短い足だ。そう。届かなかった。マジかまたボアテンで変えるの忘れてた。毎回だな。Josip Iličić。
よっしゃ、いやなかなか取れないですね。いやーまずいな。よっしゃ。いやー、取れない。よし。おー、危ねえ、危ねえ、危ねえ。あっ、危ねえ。いいね、俊介のパス。素晴らしい。オッケー、ナイス、モラタ。ディマリア、ディマリア。しかし。いやー。惜しかったな、ディマリア。あともう一息だった。いいね、ジャギールか。ジャギールかのロングフィードいいね。よし。まあ、ディマリアでいいか。来た。いいや。押し込め。いやー、押し込めないか。くそいやー取れないディマラから。マジか、あれ入るの、嘘でしょ、落胆だわみんな、強烈すぎるだろ、何今の。何これ、これやばいだろ、突き刺されすぎだろ、見づら、ああセルジロベルト。いやーまさかの出たワングジング、強いね、速攻で塗り替えられる。はい、ということで、今からね、選手の、紹介、新メンバーも入ったことなんで、紹介していきたいと思います。それではまずゴールキーパーからね、ペリン、1番、30歳ですね。はい、で左からジョ・ファンベルナと、24番、27歳と。でジャギエルカ15番25歳ミリトン3番30歳そして右に2番、ネルソン・セメドが32歳。まあそろそろだね、セメドで、ミリトンもちょっとって感じだから、まあそろそろ星6のセンターバックを入れる準備で、セメドはまあハケでもピカチュウと誰だっけいるから大丈夫なんだけど、でセントミッドフィルダーケイタ、ナディケイタ18番27歳、
まあ、まだまだ大丈夫かなと。で、フェリックス7番34歳、まあ、もう、強制引退になるまで雇い続けます。し72番、イリチッチ22歳、まだまだ若い選手ですね。まあ83ですね。で14番、シュルレ31歳、まあそろそろね、シュルレも能力が衰退してくる時期だと思うんで、まあそこのね補充をしていかないといけないかなと。で、9番、モラタ24歳、ここはもう一時変えなくていいね、補充しなくていい。で、22番、ディマリア29歳ということで、ちょっとまあそろそろ星6の、いやまだまだ大丈夫か。はい。で、左サイドバック、ボーセジュール、ボーセジュールですね、5番、24歳。で右サイドバック、セルジ・ロベルト28番の23歳、まあ、これが、レンタル移籍から戻ってきた選手ですね。で、センターミッドフィルダーデローン30歳、35番ということでね、まあそろそろこの選手は引退近い間近って感じですね。で46番俊介27歳ということでね、まあ早熟型なんで、まあそろそろ衰退し始めてくるかの可能性があるんで、まあちょっとそこも注意しながらね見ていきたいですね。はい。で、17番、ボアテン24歳、まあもうちょっと845ぐらいあってもいいと思ったんだけどね、832ぐらい、ちょっと弱いかなって弱いかなって。はい。で、34番、バルデ24歳、84ということでね、まあ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 って感じですね。で、11番レマー28歳、レフトウィングということで、まあちょっと、うん、やっぱレフトウィングがちょっと年がそろそろやばいなっていう。はい。で、ベンチ外ですね、マルティノビッチ4番、32歳、まあマルティノビッチもそろそろですね。まあただセンターバックは現時点でまだ4人ぐらいいるんで、3人 ?4 人か、大丈夫です。で右サイドバック、ヤゴ・ピカチュウ、12番、28歳。そして、6番、ロブレン27歳。でポールセン、20番、33歳。まあちょっと衰退し始めてきてるんで、まあかといって補充するのかっていうとちょっとそれは違うかなと。まあ、あでもそっか、補充したんだったらセンターフォワードで、今レンタル移籍してるのが、カストロ、なんとかカストロだった、ルーベンカストロ、そうルーベン・カストロを今レンタル移籍してます。で、ディフェンスミッドフィルダーデンドン・ケールが32番、26歳ということで、まあ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 、レフトウィングかな次補充はっていう感じになりますね。まあそれも踏まえてもう一回ねちょっとメールっていうか、まあ今シーズンのこれを見ていきましょう。ネルソン・セメド、まあまあまあ、ポールさん、ミリトン、ミリトンは3、4年ぐらいだろうね、契約更新するとしても。いやでも結構強いもんな、5年ぐらいかな。ポール戦はもう今シーズン限りでいいかな、もったいない気はするけど、まあスカウティングリストにもう一人ポール戦いるんだよね。あ、まあまあまあいいかなっていう
じゃあ、今回はねこの辺で、終わりたいと思います。次回は第3週目ということでね、リーグ戦2試合やっていきますので、で今ねまだ、負けてない1回も負けてないチームで、ダントツ1位のチームと当たると、まあおそらくここが今回の優勝候補かなといったところなんで、しっかりここをね打ちのめしていきたいと思います。それでは。